ラミレス、CS 進出チームを忖度なしに予想。元 DeNA 監督のアレックス・ラミレス氏が自身の YouTube、ラミチャンネルを更新。加熱するセリーグの DeNA と巨人による CS 進出争いを忖度なしで予想した。ラミレス氏は両チームの直接対決が4試合残っており、うち3試合が横浜スタジアム開催であることは DeNA に有利ではあるが、ラミレス氏は先発投手陣を比べると興味深いと指摘した。巨人はメンデスが対 DeNA2 勝1敗、防御率 1.03、戸郷が3勝3敗、防御率 3.13、山崎は4勝0敗、防御率 2.25。ラミレス氏は、この3人で対 DeNA9 勝4敗と素晴らしいと解説した。一方、DeNA は東、今永以外の先発陣が巨人打線を抑えることは計算しにくいと続けた。ラミレス氏は、忖度なしで純粋にデータと僕の分析で判断した上での予想では巨人が CS 進出する可能性が高いと言い切った。ただし、DeNA のキープレイヤーとして牧の存在を挙げ、まだ3年目でちょうど今から疲れを感じる時期だが、好調を維持できれば DeNA 進出の可能性は高い。DeNA の A クラスは牧にかかっていると、若き主砲のバットに期待した。ラミちゃんまた監督してほしいな。横浜スタジアムで多くできるんだし、ベイスターズで決まりじゃん。ラミちゃん、何言ってんの？三浦をクビにしたいので、むしろ巨人に3位になってほしい。ベイファンから一言。甘い分析と言わざるを得ない。この予想の通りになると思う。巨人は、ヤクルトと中日に滅法強い。選手、データ云々より、監督の力の差が一番。勝負師と言われてる三浦監督ですが、裏目裏目なのか、見てて全然勝負師感なし。本来ならカープも CS 確実って言えるチーム状態じゃないんだけど、なぜかカープが負けると DeNA も巨人も負けるから全くゲーム差が縮まらない。ラミレス氏の分析通りなら、巨人ファンとしては嬉しいけど、この時期の巨人投手陣は予想を悪く裏切るからね。巨人は直接対決は相性が良いのかもしれんが、結局他で負けるんやろ。特に来週また甲子園で阪神2連戦があるし。正直、どっちが3位に滑り込んだとしても、その後下克上で日本シリーズ進出はおろか、ファーストステージ敗退だと思うので、どっちでもいいというか。